ごきげんよう。こちらデジタリックソフラシスカ、ソフィーって呼んでね。創刊号でお送りしたドラクエ3の徹底特集、少しはお役に立ちましたかしら。さすがの美味しさに全てを忘れて熱中してしまった私。わかるでしょ、今日はちょっとお化粧のノリが悪いの。でもサングラス姿の私ってなかなかのものよね。あら、また余計なことを喋ってしまったかしら。嫌だわ。 GTV 今月の最初のメニューはシュミレーションゲームの大特集からお送りします。時は戦国、奥羽統一の野望に燃える伊達政宗の近隣には11人の武将がひしめいておりました。側近の小十郎のもたらす情報をもとに政宗の国取りの物語からお話ししとうございます。戦国の世を制するお殿様に求められることは緻密な頭脳と冷静沈着な情勢判断でございましょう。政宗は8つの命令を的確に操り、国力を富ませ次々と敵国に出兵していくわけですが、忘れてならないのは米を大事にすること。そして出兵しても必ずや落とせる国がどこか選ぶことにございます。また米相場の変動にも十分な配慮が必要かと。兵を集めるも常日頃からの訓練が必要にございましょう。戦闘に必要な鉄砲隊の玉薬も訓練によってのみ補充できるようにございます。いよいよ出陣の時が参りました。側近小十郎がもたらす情報をよく吟味し、くれぐれもご無理はなさらぬよう。勝敗の分かれ道は恩敵の大将、すなわち旗本を倒すことにございます。最も強力な攻撃は鉄砲隊の射撃にはございますが、弾を打ち尽くしてしまえば赤子も同然。体当たり攻撃に強き騎馬隊を充実させて敵の本陣をお突きください。次に申し上げますは畠山の攻略法にございます。畠山を選びし理由は元より政宗称賛あってのこと。政宗優勢にもかかわらず勝負つかざるときは直ちに再度出兵し勝機を逃さぬこと。勝ってもおごることなくすかさず他国に攻め入るも寛容かと。独眼竜政宗、戦国の世に生まれた一国一城の主として両国経営や戦術手腕が問われる意図おいしき物語にございます。中世ヨーロッパの英雄と申せばかのナポレオン・ボナパルト皇帝におわします。このナポレオン戦記はゲーマーが自らナポレオン皇帝になり代わり、最大240名の兵士一人一人に直接命令を下すことができる一風変わったシミュレーションゲームにございます。命令に忠実な兵士たちは
このように一度命令を受けたら次の命令を受けるまで何があろうとその方向に進み続けます。その進行方向について的確に指令するが勝ち戦の条件でございましょう。セレクトボタンにて各部隊の編成を調べます。さていざ出陣。12種類の戦闘体系の中から自分に最も適切と思われる陣容を一つ選びますが、この際勝敗を大きく左右する大砲の位置にご留意ください。戦闘では細かく丁寧に兵士たちに命令を下さねばなりません。障害物などうまく避けさせ迅速な展開が求められるのでございます。このように指令なき場合は兵士はひたすら前進するのみ。ナポレオン戦記、12種類の陣形をうまく使い分け友軍の兵力を最大に引き出すこと、くれぐれも油断は禁物にございます。織田信長公のみならず徳川家康、武田信玄など戦国の武将になりきって一国を統治し他国と戦うのがこの信長の野望全国版でございます。健康、野心、運、魅力、知能といった要素を最初に設定するわけですが、これがゲーム進行には微妙に影響し二度と同じゲーム進行はありえないこともこのゲームの人気の秘訣かと思われます。ゲームバランスよくどの武将を選んでも実力がかなり伯仲しているため、様子を見るコマンドをなるべく活用してチャンスと知ったらすぐに出陣。詰将棋の要領でじっくりとお攻めいただきとうございます。信長の野望、平地、山地、城など戦闘場面によって兵の強さが変わることもうまくご利用なさるが得策かと。天正元年4月12日、信玄は宿敵である織田信長との決戦を目前にして陣中病に倒れ無念の死を遂げたのではございますが、なんとこのゲームでは歴史上幻の対戦とされていた信玄と信長の宿命の対決がなされるのでございます。攻略法について一言申し上げるとしたら、相模、駿河などの強力な国との対戦は避け、伊那、諏訪、佐久などの甲斐と同じような国力の国からお攻めになり領土を広げた後総力で強国と対戦なさることが肝要かと思われます。ロンメル将軍でおなじみの砂漠の狐、このゲームはボードゲームのシミュレーションに最も忠実なファミコンソフトとでも申し上げておきましょう。
イギリス軍を制覇なさった暁にはヒットラー総統から感謝状がいただけるそうにございます。松本徹の株式必勝額は企業の名前などが実名で登場するマネーゲームプラス人生ゲームのシミュレーションでございます。100万円の元金を2年間でいかに1億円以上にするかの勝負。友人からの情報には要注意かと、まこともあれど嘘もまたあり、その他の情報についてはご心配召されぬが得策かと。シミュレーションゲームの初陣を手堅く勝利で飾りたいと思われるお方は、このゲームからお始めになるとよろしいかと思われます。攻めどころを一言申せば、敵の性格に合わせてモビルスーツや戦艦を上手にコントロールしていただくことが肝要かと。まだまだお話ししたきことたくさんございますが、今宵はとりあえずここまでにさせていただきとう存じます。司馬太郎の国取り物語によりますと、信長が一番恐れていたのは甲斐の国主武田信玄。その信玄が病に倒れ、信長が天下を治めたのもつかの間、信長は光秀に滅ぼされ、光秀は秀吉に討たれ、政宗はその軍門に下っていった。ああ、戦国ロマンとは女たちの悲しい物語でもあるんだわ。GTV 次の特集はお待ちかね、第2回ナムコットゲーム大会の名場面集をお送りします。ファミコン処分です。今年も優勝です。いきます。あ、ファミコン通信です。総合優勝はまあ置いといて、とりあえず一つタイトルを取って帰りたいと思います。第2第4金曜日発行角川書店、丸勝ファミコン編集部です。とにかく優勝を目指してます。頑張ります。ビープです。またナムコの応援と変わらないんですが、受けを狙って頑張ります。よろしくお願いします。ゲームボーイ編集部です。初参加ということで、あんま優勝は狙いませんが、3位までは入りたいと思います。よろしくお願いします。月刊ハイスコアでございます。お世話になっております。今日はちょっと早起きしたんで、今ちょっと調子が出ておりませんけども、これからやりますので見てください。キューをくれ。GTV は優勝するからな。まだまだこれからだからな。チャンスあるからな。新参者だと言ってバカにするな。生ゲームには慣れている GTV だ。クッパ頼むぞ。カットカット。ある2月1日に行われた出版社対抗第2回ナムコットゲーム大会第1回戦はファミリーサーキット、スーパー A クラス全16戦の総合得点により争われました。この試合で1位2位を競い合ったファミコン必勝本チームとナムコットチームの対照的な走行ぶりをご覧ください。必勝本チームの攻撃的なゲーム進行に比べ、ナムコットチームは終始慎重な走りをキープ。最終得点は必勝本が106ポイント、2位のナムコットチームに18ポイントの差をつけて初戦を飾りました。ナムコの人に勝ったというのは非常に大きなことではないかと思っていて、大変喜ばしいことです。第2回戦はファミリースタジアム87の総当たり戦です。ファミコン通信ドラサンズ、ファミコン必勝本タイタンズ、アルト鈴木対スポック文治の天下分け目のこの一戦。あら、どうしたんだ、伸びたかな、これはいった。
ボンチームがホームランで先行すると、ファミ通チームは6回表同じくホームランで1対1の同点。戦力白昼のまま試合は9回の表、ファミコン通信は西満塁のチャンス。この窮地を脱した必勝本チームは9回裏、一矢満塁のサヨナラチャンス。あえなくダブルプレーでゲームは延長戦へともつれ込みます。11回の表、バッターはゲイリ。ホームランで2対1としたファミコン通信チームは、その裏、火消し役の各投手がピシャリと抑えて試合終了。ファミコン必勝本チーム惜しくも敗れました。やっぱりドラサンズっていうチームが強かったおかげだと思います。どうもありがとうございます。3回戦はファミリーテニスハードコートの3セットマッチ、史上最大の盛り上がりを見せたファミコン必勝本チーム対ナムコットチームの決勝戦名場面の模様をご覧ください。結果2対1でファミコン必勝本チームがナムコットチームを下し、見事最終戦を飾り2年連続総合優勝を勝ち取りました。どうもありがとうございます。いや最後壁で決まったのが最初はどうなるかと思ったんですけどナムコに勝たせていただいたのはまあキャッチということで、ありがたく受けさせていただきました。どうもありがとうございました。今日は不本意にも3位に終わったかな。ここ見てみろ、ファミコン通信と2点差だ。まあこれはミスター X がファミリーサーキットで3位という不本意な成績に終わったからだな。ところでこの GTV ではミスター X の射程を募集している。今後ファミコン界の虎の穴と言われるこの GTV、 君も参加してみないか。とにかく GTV を買ってハガキで射程募集係まで応募してくれたね。ミスター X の射程ボンボン待っているからな。世の中には本当に不思議な方がいらっしゃるもので、まあ私なんかごく普通の女の子かと。さて次は最新ゲームソフトが続々と登場する超新作コーナーです。
ギャンブル的要素の強いナッソーゲームを取り入れたことにより、最終ゲームまで負けていた人をプレスを宣言することによって一発逆転のチャンスが与えられます。一流の釣り人が参加するインターナショナルビルフィッシュトーナメントゲームです。優勝するには幻の巨大魚デビルソードを釣り上げなければなりません。にマフカンのプレイグラウンドが8面に広がります。また友達ゲーマーとそれぞれオリジナルチームを育成し対戦させることもできます。傾けてください。腕次第でコミックと同じ名場面も登場します。オリンポスの戦い、愛の伝説、ギリシャ神話の世界をテーマにした史上あふれるグラフィックスが展開します。奇妙な動物たちのキャラクターにもご注目ください。ゲームセンターで大人気の忍者くんシリーズの再登場です。最終シーンまでのクリアの秘訣は壁キックを覚えることです。さて次は何も申し上げることはございません。大好評エンディング画面のコーナーです。じっくりとご覧ください。
21日発売 GTV 創刊第3号ではファミコン初の3メガソフト不動明王伝アシュラナータの徹底紹介やついに完成 PC エンジン R タイプ1の名人が見せる攻略テクニックなど充実新作情報とファミコン2を自負する人には絶対に見逃せないゲームソフト史上に残る名作ソフトを網羅した永久保存版ファミコンカルトゲーム大全などなど強力に美味しい情報がさらにグレードアップ。孫の代まで GTV 品切れが予想される地区もありますので今すぐ店頭でご予約ください。GTV 創刊第2号話はつきませぬが今宵はここまでにしとうございます。シミュレーションゲームでちょっぴり日本史に強くなった私にお手紙いただけたらソフィー嬉しい。GTV をご覧になっておいしいと思った方はお目目をパッチリと開けてみてください。それでは。GTV 第3号は3月21日発売です。